当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。これね、ベイペックス、まあエイプですね。エイプの面白い、こんなのあったんだね。サルマリーナだってサルマリーナかっけいやこれやっぱりしっかり作られてんな。駒の不具合って言ってたけど何なんだろう。一旦開きます。多分ね、ミオタが入ってると思うんだよ。ミオタが入ってるんだけれども、どうしようかな。動かなくなって時間が経ってる。オーバーホールするか、それとも入れ替えるか。なんだこれ。見事に入れ替えだな。これはちょっと残念だな。エイプ用、これはちょっと残念だ。これは入れ替えよう。確かにできるはずなんだよな。まず洗うかな。洗ってきておこう。でもう準備しちゃおう。洗っちゃおうかな。洗って準備しちゃおう。また入れ替えだな。ミオタかと思ったらミオタではないと。まあこれをいいムーブメントにしたいということだったので、ちょっとミオタが入るかやってみましょう。 ST なんだっけな、これな、 ST6 とかかな。なんかずっと動かなかったみたいですけど、これをまあ動画を見て、でまあちょっと復活させてみたいということで依頼が来たんですけどね。なんとか復活させていきましょう。まあ問題は針だよね。問題は針だと思います。針は互換性あるかどうか、あと糸足だね。これ系で大丈夫だった気するんだよな。問題は針だな。糸足は多分ね、確か大丈夫だった気するんだよな。2813に会えば会うから。合う。2813に合うから、多分合うな。ほら、合うね。なので、カレンダーデスク。そう、やはりここで問題視していた、あれですね。針がやっぱり合いませんでした。まあ、針はなので、2813用、はたまた、ミオタ8215用を別に用意するしかありません。あと問題になったもう一つ問題があって、なんとスペーサーもね合わなかったんです。そう、
ST6、そして2814のスペーサー、8215のスペーサー、まあそもそもその大きさが、ムーブメントの大きさが違うんですよ。 ST6 の方が若干小さいんですよ。一回りぐらい小さいのかな。なのでまあなんていうのかな、スペーサーの加工も必要になるっていうことが必要なので、ちょっとね後説の方でまた説明をしていこうと思っております。ということで、ちょっとまあ何気ないね、あの修理かなと思ったら ちょっと違ったんですよね。要は入れ替え、ミオタへの入れ替えだったんですが、ミオタではなかったんだよね、うん、そもそもこのベーペックス、まあ、以前もやったこと、まあもう修理終わってます。針が合いませんでした。針が合わなかった。結果的に針は合いません。エトワシは OK、 針は合わないってことですね。でまあ、ベーペックスエイプなので、ムーブメントはね、ミオタが入ってるかなと思ったら ST6 が入ってました。で、過去にやったことがあるんですけど、ST6 の場合、エトワシは一緒なんですよ。2813と、あとミオタ8215と、互換性はあるんですが、針が合わない。どうしても合いませんでしたので、針は別に2813用、8215用をつけてあります。でまあ、ミオタへの感想ですね。ミオタへの感想ですが、今回は ST6 というムーブメントへの感想でしたですが、若干ね注意点があります。若干注意点があります。ちょっと書きましょう。2813から2813ムーブですね、からミオタに行く場合、針も OK です。エトワシも OK です。スペーサーも OK、全部 OK です。全部 OK なんです。全部互換性があります。ただ今回は ST6 っていうムーブメントですね、よくレディースなんかでも使われてる、レディースモデルなんかにも使われている小さめのムーブメントなんですが、たまにこれね入ってることあります。たまに入ってます。これをまあ見オタにする場合ですね、これをまあ見オタにする場合、針はね出て合いません。エトワシが合います。実はスペーサーも合わないんです。こういう感じになります。だから今回も針は2813用ですね、2813とか8215用ですねをつけます。で問題はこのスペーサーです。スペーサーは若干加工しなきゃダメです。まあ今回ちょっとやってみた結果なんですが、まあこのスペーサーの加工は必要です。でまあ今度ね来た時、今度まあ違う、まあなんていうのかな、またこういった依頼があると思うんですけど、 ST ね、 ST6 をミオタに変える、その依頼があると思うんですが、あのね今度ちょっとね詳しくやっていきます。なぜかというと、あまり自信がないものを動画に上げても、ただこうねなんていうのかな、間違ったこととかをこう参考にされてもちょっと嫌なので、結構一旦こうね自分の中で消化して、で自信がついてきたという時にもう出すようにしてますから、これだけ注意してください。でまあまた依頼があった時にこれやっていきます、うん、多分もうつかみました、つかみましたので、あの雰囲気とか、あと何が悪い、これが悪い、そこの加工が必要っていうのをこの ST6 の場合ですね、あの掴んだので、ちょっと掴んだので、次回依頼があった時にきちんとね、何が必要、これが必要、あそこを加工してっていうことをね、説明したいなと思ってます。ただ入れ替えることは可能です。入れ替えることは可能。若干問題視してるのはこのスペーサーなんです。スペーサー。スペーサーがちょっとね、あの削りすぎてもダメ、削らなすぎても入らないっていうところがありますから、ここがね、一番ちょっと厄介なのが。ここの問題さえクリアすれば意外とすんなりいけます。
あと春はね、まあ2834とか買えばいいので別に問題はないんですけど、やっぱスペーサーだね、スペーサーに問題があるので、そこをね、まあきっちり解決したら、今度ねまた依頼が来た時にきっちりとね説明しながらやっていこうと思います。意外とすんなり入りそうで入らなかったっていうのがこれですね。だからちょっとまあたまにあるんですよ、たまにねあるの、この ST6 が入ってるっていうのはね、たまにあるので、それをまあきちんとまあこう処理できることができれば、処理できればこうなんていうのかな、いい具合にスパスパッとこういける感じだと思ってます。うん、ちょっと掴んでますので、この辺まあ次回ね依頼が来た時にきっちり紹介しようかなと思って、まあ参考にする方はですね、ぜひ参考にしてみてください。そのスペーサーのやっぱり加工だけ、うん、スペーサーの加工だね、針なんかはまあね買えばいいだけの話だから、若干このね2834よりも少しお金がかかるってことだけ覚えておいてください。針は買えなきゃダメですから。あとスペーサーはね加工した方がいいですね。加工して寄せる、加工して埋める、うん、要はムーブメントが少し小さいんですよ。2813、8215に比べ、2815や2813に比べてちょっと小さいのがST6 です。なのでそれを抑えるためにちょっと大きめのスペーサーが入ってるっていうのが特徴なので、そこを削ってあげる必要があるんですけどね、うん、そこも次回ちょっとやっていきましょう。まあ依頼が来たらですけどね、たまにしかない、たまにしかないんですけど、たまに来た時にできるのでちょっとやってみましょう、うん、ってことでね、なんとかできました。でもかっこいいね、エープでこういうの、エープでね見事じゃないんだと思って、まあちょっと古いのかもしれないですけどね、うん、これはね作り込みもいいしエープだし、かっこいいな、かっこいいなと思ってさ。でまあインデックスにはこれなんだっけ、ルミノールっていうの、このポンツコ、ベゼルのポンツコも取れてたんで、きっちりねつけておきました、うん、大丈夫そうだな。なのでちょっとね ST6 への入れ替えのまあきちんとした動画は次回依頼があった時にね、きっちりと説明しようかなと思ってます。ちょっとまだね今回自信なかったので、でもまあ今回でかなりそのね癖だとか入れ替えのポイントをつかんだのでね、次回依頼があった時きっちりご紹介しますんで、その時まで楽しみにしておいてください。ってことで、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あと修理依頼ですね、こういった修理依頼もインスタ、ツイッターにメッセージを飛ばしてください。そちらでまあ対応しますので、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。うん、これいいよな、かっこいいよ。See you.